河辺警官は、古墳時代の豪族。聖は新。河辺氏の名前は、現在の大阪府南河内郡千早赤坂村に、あたる河内国石川郡河野辺に由来する。新先生四六教皇別上では、竹内宿根四世孫、僧が宿根の後なりとなっており、蘇賀氏の同族とされている。主として外交面で活躍した一族であった。五百562年。 23年の春正月に、白木、美真奈の三宅を打ち滅ぼしつ。とあってから、金明天皇は、美魔菜日本府の最高に執念を燃やすようになった。7月に、白木からの死者が蝶を持ってきたが、その様子を知り、帰国せずに、日本に定住した、という。日本初期巻、第19話、以下のような物語を伝えている。同年7月、 川辺新警官は白木政党軍の副将として、大将軍のリオナロと共に、朝鮮半島に渡り、戦っていた。男マロは、から兵を出発させ、警官は、い、山より兵を出発させた。これは、男マロは、中西北道南部から、秋風峰を越えて、白木領内へ進み、警官は、全羅南道東南部の長水、または雲報方,方面から、 ミマナの古地に侵入しようとした、ということである。この時、ミマナに到着した部隊は、コモシュ武士というはずをくだらに派遣して、今後の軍事計画について、打ち合わせをしようとした。しかし、登るユハズは、妻の家に立ち寄り、印書や休戦を道に落としてしまった。そのため、シラギは詳しくその計画を知ることになり、わざと敗北を重ねて、投降したいと申し出てきた。 ノリオマロは白木が恋に起こした戦いに勝利したが、油断大敵と警戒し、陣営で以下のように発令した。夫で勝ちても敗れむことを忘れず、安けれども必ず危うきことをおもんぱかるは、古の前期教なり、今よるところの強師範、才能公説レリ、しかも両軽しくこつれて、変難を思わざるべきむや、言わんやまた、平安清にも、刀剣、身寄りがず、 ケダし君氏の武備はもってやむべからず、深く警備いしめて、この礼を務め高しぶべし、わけ、宇治谷武他ほかの子卒はこの言葉に深く感じ入り、それに従ったが、警官はさらに進軍して転戦した。白木側は白旗を上げて、武器を捨てて降伏したふりをした。この罠に引っかかった、警官は、白木軍の集中攻撃を受けた。ようやく警官は軍を後退させ、 夜鋭を敷いたが、時遅く、兵卒たちは、警官を見放していた。白木の刀匠は、自分から、陣営の中に進んで、警官や同行していた婦女たちを捕虜にした。刀匠は、警官に、何時、命とふと、十九かう大都市機と尋ねた。警官は、何ぞ一の女を、学みて、顔とらむや。いかにといえども命に過ぎざらむと言って、命ごよし、 妻のンビビメを身代わりにして解放された。後で妻は戻ってきたが、警官を拒絶したという。その後、警官がどうなったのかは記録がないのでわからない。翌月、山和政権は大将軍大友連鎖で飛行を派遣し、くだらの計りごとを用いて、後来を平数万で生伐している。また、蒸気のような行き札があったにもかかわらず、十一月には、白木は使者を送り、 献上品と長途を建て祀ったが、死者は白木が見魔なを滅ぼしたことに天皇が腹を立てていることを知り、そのまま摂津国三島軍に定住したという。571年、金明天皇32年4月15日に天皇は崩御している。ありがとうございます。